皆さんおはようございます。お元気でしょうか。今日もいい天気でね、もう寝坊しちゃいました、すいません。なんですかね、やっぱこう秋なんですかね、こう秋眠暁を覚えずというんでしょうか。どうもね、こう少し涼しくなってくると、寝坊が多くなってしまいます。はい、それではね、本日はこちらですね。はい、鶏の胸肉を使ってね、チキンカツカレーね、これ作っていきたいと思います。まあ、それただチキンカツのけてカレーかけただけだろと思うかもしれませんが、まさにおっしゃる通りでございます。まあ、でも作り方知らない方もいらっしゃるのかもしれないんじゃないかと思い、チキンカツカレーやってみたいと思います。それではスタートしましょう。はい、それではね、まずね、チキンカツね作っていきたいと思います。これ胸肉なんですが、まあ、ももでも胸でも構わないと思いますが、チキンカツの時はね胸肉のが、あっさりして美味しいかもしれません。もも肉使ってしまいますとちょっと脂っけえなみたいな、感じで、まあ、好きな人はねもも肉でやっていただいて結構だと思います。まあ、できたらのチキンカツはね胸肉のが、まあ、私的にはね個人的には好きです。そしたらこう皮がついているんですが、これですね少しこうペロンと剥がれますので、剥がれたらこういうところがつながっているんで、こういうところがつながっているんで、こういうところにね包丁こう軽くスンスンスンとやりながらこの皮をね手で引っ張っていくときれいにね皮取れます。でこの皮はですね、まあ唐揚げにしても美味しいですし、塩焼きにねして鶏皮みたいなね、鶏皮の焼き鳥の作り方は別動画にございますので、もしよろしければそちらの方もねご参照になって、こうね焼き鳥にしてみるのも一つの手かもしれません。はい、そうしましたらこの胸肉ですね、胸肉これ大きいんでね、半分に切ります。こんな感じです。でこれはまあね取っときましょう。そして、この半分にした胸肉ですね、こんな感じですね。はい、そうしましたら半分にした肉をですね、このままね揚げるとちょっと短いね棒状のカツになってしまいますんで、まあそれでもいいという方はねこのままね、揚げていただいて結構ですが、こう真ん中あたりねこう包丁で、こうね、この辺まで今包丁が入ってるんですが、こんな感じでねパコンと開きます。まあ業界用で観音開きって言うんですが、でこれでねちょっと平らにしていくみたいな感じですね。はい、こんな感じでね、鶏肉の、まあ、下処理というか切り方これがね、終わりましたんでね、あとはね、これカツにしていくだけでございます。はい、その前にね、下味としてお塩ね、軽くですよね、そんなにつけないでください、カレーかかりますんでね。はい、そしてブラッキーペッピーですね、ブラッキーペッピーも軽くですね、はい、パンパンパパンと、はい、これでねもうね肉の下準備ねできました。そうしましたらですね、いつものようにこちらですね、泥の作り方ね別動画にあります、そちらご参照ください。はい、そしてその前に片栗粉ですね、はい、片栗粉でね、肉の表面打ち粉してください。はい、こんな感じでねパッツンパッツンズリリンコですね。はい、そしてよくね、粉っぽくなってしまうので、片栗粉表面だけついた後いらないやつはねこうね、手で弾いてあげてください。はい、そうしましたら次は泥ですね。はい、泥の中にドロロンピッピですね、ドロロンピッピ入りました。はい、そうしましたら次はですね、パン粉ですね。はい、パン粉の上にスコンスコンスコルバ金粉缶ですね。はい、こんな感じでお願いいたします。ちょっとパン粉足んねえな、ちょっと持ってきます。はい、そうしましたらね、パン粉ですね。はい、パン粉をパコンパコンパンコンコンです。はいね、軽くこうおしおしおしんこおしりんたですね、して、はい、ひっくり返して裏ついてんのか青梅みたいなね。はい、裏もねもうちょっと足しましょうか。ガンガンガガンガッツリコンコンチキチキマシンモーレース。はい、こんな感じになりました。それではね、これを揚げていきたいと思います。よっと、はい、こちら第2中継地点の油でございます。180になりましたんで、こちらですねチキンカツの方静かにね入れてくださいね。はい、あとはね揚がるのを待つだけでございます。はい、そして第3中継地点カレーですね、カレー、カレーをね今のうち温めといていただければ幸いかと思われます。いやーうまそう、まあいい香りがしてまいっております。早くカレー食いてー。
はい、チキンカツの方がね、いい感じで、揚がってまいりました。はい、これ揚げ上がりの目安なんですが、あの沈んでたチキンカツがね、こう浮いてきたぞみたいな感じ、そしてお菓子で叩いてもらって、あ、ちょっとカチカチ感あるなみたいな、完全 OKOK でございます。はい、それではね、揚げていきたいと思います。よくね、油切ってくださいね。はい、もうこの時にはね、油の火は止めちゃってください。はい、そして本日はね、この余熱でこちらですね、ニンニク、これを揚げてね、スタミナパワーアップしようじゃねえかーみたいな感じでございます。まあ、余熱でね、ニンニク揚がってきますのでね、その辺のところよろしくお願いいたします。はい、その間にね、このカツをガンガンすくってくださいね。これすくわないとね、次使おうと思った時にね、もう真っ黒クロスケのね、天ぷらなりフライなりができてしまいますのでね、必ずこのカスはよくすくってください。はい、それではね、ニンニク上がってくるのをちょっと待ちますか。お分かりになりますでしょうか。はい、ニンニクの方がね、浮いてまいりました。もうこの辺りね、火通った証拠でございます。いやいやね、きつね色で非常にね、いい香りを漂わせております。はい、それではね、こちらのとんかつの方ですね、これを切ってカツカレー、いよいよ最終段階に入ります。はい、それではですね、チキンカツカレー完成させましょう。はい、まずね、このチキンカッティングですね、チキンカッティングをカッティングしてください。まあ、これ好きな大きさでね、構いません。あ、そしてこのカッティングする時のコツなんですが、このままこう押してしまいますと衣がね、非常に剥がれやすくなりますんで、必ずこうね、向こう側に押して押し切りにするか、引きながら引き切りにするかね、やってくださいね。この落としますとね、衣剥がれる可能性ございます。はい、そしてね、ご飯ですね、ライシーにぽっこりコンコンと、はい、こんな感じですね。はい、非常にうまそうでございます。はい、そしてニンニクです、揚げニンニクね、これを散りばめて、あとはね、カレーをかけるだけでございます。はい、それではね、カレーの方をかけてまいりましょう。タラランランタラン、タラランランララン、いや、いい香りですね、いい香り、いい香り。はい、こんな感じでいかがでしょうか。そしてね、最後の仕上げなんですが、はい、個人的にですね、まあ、なければ構わない、入れる必要ないんですが、このバジリですね、バジルを上からね、このご飯とカレーの間ぐらいに振りかける。はい、これで、チキンカツカレー完成でございます。はい、それではテーブルの方に運んで食していきたいと思います。うまそう。はい、テーブルの方にね、チキンカツカレー運んでまいりました。私流の食べ方なんですが、ちょっとね、ウスターソースを少しね、ちょぶんとかけて、いただいてみたいと思います。このニンニクもね、非常にね、いい香りを放っております。はい、それではね、いただきます。この辺からいってみますか。いただきます。チキンカーツ、うん、あっ、うん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 、最高、最高、最高ですね。うん、このチキンカツの周りのね、このサクサク感ですね。うん、そしてこのカレーの辛さ、ほんと辛いです、うちのカレー。いただきます。うん、うん、ニンニク、揚げることによってね、もうニンニクの香ばしい香りがお口の中にぷわーんと広がりますよ。本当に最高、最高、最高ですね。うん、あ、ほんとうまいわ。うん、最高、最高、最高。うん、うん、うん。はい、それでは本日も最後まで無駄なしまかない道場、ご視聴誠にありがとうございました。本日は、チキンカツカレーの作り方ですね。まあ、あの、カツあげてカレーかけてるだけだろうみたいなね、感じでございますが、本当に美味しいんでね、そしてお安くできますんでね、実践していただければ幸いかと思われます。そしてカレーの作り方はね、別動画にございますのでね、そちらの方ご参照ください。画面の右上にね、ボタンつけておきますんでね、そこを押せば飛べるようにしておきます。はい、そして、動画アップのモチベーションを保つために、皆様の温かいグッドマーク1票入れていただければ幸いかと思われます。いやー、今日終われば明日は休みだぜ。明日も飲むよ。もう今晩から飲んじゃうのかな、怖いな。それでは失礼いたします。チキンカツカレー最高、うまいです。失礼します。